はい、それではマリオストーリーやりたいと思います。前回階段がなんか下に行ったね。どっち行きたいの？こっちか？こちらな、あーに。おや？あら、ボム兵ちゃんが。ボム兵ちゃん？ボム兵たちが閉じ込められてるんだ。なんかしたのこの人ら。人じゃないか。まあまあまあ。じゃあこっちかな？はい？どう？あ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ、そこでスターポイント稼ぎをしましょうか。スターポイントを稼ぎ回るしかないよね。マリオさん、ちょっとやばいじゃん。とりあえずひっくり返しておこう。ひっくり返しといて、キノコキノコ。起き上がったか。あ、まじで。よしよしよし。オッケーオッケー。まあ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 。あー、早かった。オッケー。よしよし。オッケー。よしよし。こうしといたらだいぶ楽。イエーイ。オッケーオッケーオッケー。おーっと、起き上がったぞ。もう一回寝転んでもらいましょう。と思ったら倒しちゃった。やったー。なかなかな仕掛けやね。うわお、怖っ。外せる？どこでいいの？怖っ。よしよし。こうか。それでよしっと。あれ、マリオ切っちまったみたいで。どうも、来たよ。こっちはなんかあるのか？なんかあるな。おー、セーブポイント、やった。ブライヤーだね。
調子本村さん、このファイアーバー何度か飛ぶと消えてコインでます。ただ回る速度速くなるので慣れないうちはやめといた方がいいと思います。あ、飛ぶとコイン出るんだ。へえ、すごい。で、速くなると、それは難しいね。慣れてないからやめておこう。よし、なんかあるな。ぴょん。はい。いやいや、ズバミラママと出されたな。なんやそこだやろ。え、なに？何が降ってきたの？あら、何か降ってきたの？あんたもしかしてマリオでしょ？こんなところで有名人に会えるなんて思わなかったわ。あたい？あたいはボムヘ、ピンクボムヘのピンキーよろしくね。ピンキー？どうしたん？なんでこんなところ。え？なんでこんなところにいるのかって？どうもこうもないわ。この砦のノコボロスの奴らよ。もともと、あたいらはこの砦で働いてたんだよね。ノコボロスの奴ら。ちょっとクッパの手下になったからって。あたいらはボムヘのことこっち使うんだ。それあたい、ムカついたから、あいつらの横でドカンと爆発してやったのよ。そしたらノコボロスの奴ら怒っちゃって、あたいらをここに閉じ込めちゃったの。嫌われたん？ちょっと追い込めないでの。オッケー。お？やった、ピンキーが仲間になったぞー。これで日々のある壁を壊せる。いや、ん？はい。お？早速使うの？おお。いろな場面で大活躍します。あ、そうなんですね。確かにこれは役に立ちそう。どっち目でやりました。はーい、そうだね、どっち。マリオ、このところに嫌がったとは。うん、ものとマリオやってしまえ。バトル。ほうほうほう。よしよし。あー、やばい。へへへへ。なるほどね。食らっちゃうのか。ピンキー。いいね、いいね。あー、ここに消えちゃう。消えちゃった。これで、どう入れるんだ。こっちじゃないの。調子本村さん、ただ、ピンキーさんゴムなので、火の攻撃に弱いんです。あ、そうか、火。ゴムだから火に弱いのか、そうか。とりあえず、ここも、壊してもらって。カリゲットー。で、あとは、ここは、あ、これか。
なんだこれ。連続。へぇ。ここは、多分、日々がねえから無理だな。なかなか手強いぞ。こっちだっけ？あ、ここだ、ここだ。ちょっと待って、確かセーブあったよな。一応セーブしとこう。何があってゲームオーバーなのかわかんないから。セーブはこまめにね、しましょうね。よし、登っていって、今度は落ちないよ、もう。同じとこで引っかからないよ、ね。びっくりしたー！画面外からやめてよ。それはさすがにダメだった。ずるいずるい。でも反応できないよ。あ、ピンキー変えたとは思ったか。ボム兵だからな、相手が。カメキーの方が良かったかな。カメキーにしといてよかったかな。ってなるんだよ。ほらー、やっちゃったな。ピンキー大丈夫かい？無理だ。ガードできない。ピンキー、ちょっとカメキーにしよう。ここはよしよし。狩りを使って。お？あら？調子本村さん、旗のマークで戦闘中でも仲間交代できます。あ、そうなんですね。教えてくれくださってありがとうございます。そうか。戦闘中でも交代できるのか。知らなかった。ありがとうございます。ああ、最悪落ちちゃった。あ、待てよ。これ巻き戻しないの？ねえな。巻き戻しねえのか。巻き戻しがないのか。そんなことある？またここ行くの？調子本村さん、それと HP 少ない時とかは逃げるのも選択肢です。ああ、な、確かにそうだね。少ない時は逃げた方がいい。いろいろとありがとうございます。助かります。うーん、スティックの操作が慣れてないんだよね。こうで、こうだね。こっちでいいのかな？とりあえず。ずっとし、イェーイ。あ、失敗した。行ったれ、敵全体は行ったれ。あ、ボム兵おれやんけ。調子本村さん、自分も初
初めてやったときわからないことだらけで攻略見てました。わら。あ、なるほど。確かに初めてやってたとき私もよく攻略見ますよ。てか大体見てるな。基本攻略見てるな。つまずいたら攻略だからね、私も。回復回復。よしよし。よいしょ。お？おっと？階段が降りた。これ、狩りがないんだよね、確か。あ、これでピンキーだね。やったー。よしよし。いいぞいいぞ。はい。どういうこと？へえ。へえ。難しい。まあまあまあ。よっしゃ、ナイス。よし、一体倒して。まず寝転がってるから今の間に攻撃だ。いったれカメキ。うわ、まだおるんかい。よしよし。あ、一体か。よかった。なら、まだ楽だ。オッケーオッケーオッケー。階段登ろう。お？こっちは？気になるな、これ。途中の扉。おっと。おお、マリア、こんなとこまで来やがるか。ふう、これくらいでいい気になるんだよ。こっちもちょっと油断してたのか。なんかやばいぞ。いやー、上が気になるので、ちょっと行かせてもらいましょう、上に。どっちにしてもこれ、まあいいや。タイミングを、よいしょ！残念。まあ仕方がない。よしよし。ってことはやっぱりあそこのキラーだね。あれが厄介だよな。待機スペースかこれ。ん？なんかあるな。おお。なるほど。そういうことね。
そういうことね。なるほどです。キラを避けながら行って、距離感がわからん。距離感がわからんね。うっそやろ。なかなかね、奥行きとか そういうのがわからん。回復。避け入れんな。あー回復よかった。え、敵？砲台？来たんよ。1。はい。増えるの？ちょっとそれはひどい。痛いの。うん、つかんな、ジャンプダメか。調子のカメラさん、ハンマー爆発しか効かない上にキラーを次々飛ばしてきます。あ、ハンマーね、なるほど、ありがとうございます。ハンマーと爆発しか効かない。よしよし、ありがとうございます。ハンマーね。ほう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 。お、よしよしよし。一個倒したのが大きい。これは踏んだ方が、いいかな。慣れてるから。よしよしよし。あー、ジャンプでね、危ねえ。ついついボタン連打しちゃうね。よしよし。よしよしよし、これはでかい。じゃあハンマーハンマー耐えるな。よしよしよし、やった。24スターポイントはでかい。レベルアップ、最大値を増やそう。とにかく最大値を増やそう。は、 HP を増やしたい。回復、セーブ。
カメキの方がいいのかな。あら、なんか一気に怪しいでな。あ、何がある。おい、ブラック、何をしてんだ。早く早く、準備いいか。ちょっと待って。うわあ、な、何やってんだよ。入れろ、かっこ悪いぞ、早くしろよ。お、OK だよ、レッド。よし、それでは行くぞ、みんなで監獄決めろよー。おー、はい、はい、ガハハハ、待ってたぞ、マリオ。世界一強くて世界一クールなレイマーをクッパ様登場だ。ビーチームを助け出そうなのと、バカな考えを起こさないようにやっつけてやるのだ。覚悟するのだ。なんかやばそう。クッパ派手な、まあ、クッパじゃないわな。え？一。調子のカメラさん、アクアとステータス調整できるところがあるので、HP 優先でもいいと思います。HP、FP の上限値は50です。あ、50が上限なんですね。ありがとうございます。何をしても無駄だったの？そうか、何をしても無駄か。1、ハンマーか。難しいな、これ。どうした、マリオ。我が輩に傷一つやれんのか？いや、一応1は食らってんでしょ？むず。うわあ、あまりの先生に笑いが止まらんわ。ああ、思ってないよ。いや、バレ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 。どう見たってバレバレ。どこどう見た本物のクッパやもん。おお、やったー。どうしたどうした。それでは、ジスカイサーがクッパストーリー。痛い。どうした、マリオ。いや、さっき聞いたね、それ。しまったクッパ様にもお褒めたいただいた完璧な作戦が。あらまあ、どうした。ノゴロス4兄弟参上。はい、マリオ、俺たち兄弟の力は面白がいい。おお、崩れるー。スクリーンアタック？でぃー、こうしといて、この状態でこうしたら崩れる。いいね。おお、一体倒した。よしよし。よしよしよし、二体倒した。よしよし。
よしよし、くぐれた、よしよし。よーし、3体出し、あと1体。よーし、よしよしよし。やったやった。うわー、ダーン。おい、誰か出してくれー。お、なんだなんだ、調子本村さん、のこのこ戦隊撃破おめです。ありがとうございます。お、チョールかな。ステージクリアー。トリレのノコブロスをやっていて、マリオたちは1人目の星の星を足し出すことができました。残りの星の星はあと6人です。一刻も早く彼らも達成であげなければなりません。キノコワールドと星の国、そしてピーチ姫の未来はマリオたちの改革にかかっています。マリオの冒険はまだ始まったばかりなのです。じゃあ、これぐらいで終わりましょう。はい、というわけで今回はここで終了です。それでは次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。